どうも皆さんこんにちは。こんにちは。ということで、はい。いつも通り、そうですね。やっていきたいと思います。今日はどんなお話をしてくれるんでしょうか。今日はやっぱりスーツって日本だけじゃなくて当然やっぱ世界中であるわけなんで、ね、今回は日本発祥じゃないですか。そうなんですよ。国別のスーツのこう形っていうんですかね、スーツのスタイルをちょっと簡単にご紹介しようかなと。なるほど。はい。で今回は一応、まあ、イギリスとイタリアとアメリカの、アメリカね、三国ですね。まあ割とスーツはいろいろ独特のスタイルがある3つを選んでっていう感じですね、うん、そういう国別のスタイルも覚え、なんかこうね、分かってるとまた作るときに今回はこんなんでいこうかみたいなのができますしね。お客様のね好みがあればそれに近いのも多分提案も、ね、できていくと思うんで。なるほど。じゃあ早速いきましょう。早速いきましょう。一発目はまあこれからでしょうというやつで、はい、まずイギリスからですね。スーツ発祥の地、もう言わずと知れた、知れたスーツ発祥の地ですね。イギリスです。英国、ブリティッシュ、ブリテン、グレートブリテン。そうなんです。これまあ形からいきましょうかね。だからこうイギリスはこんなスーツが多いみたいな感じなんですけど、うん、はい、まず特徴的なのはこう胸周りですかね、うん、この辺と肩周りをものすごくしっかり作るっていうんですかね、はい、肩パッドもしっかり入ったやつで、あの男性らしさをなんかこう強調するようなスタイルが、はいはいはい、イギリスでは主流になってて、逆に胴周りは絞ってあるようなやつが多いんですよ。なるほどね。ウエストライン絞ることでこう胸周りの強さをこう強調するっていうんですかね、うんうん、っていうスタイルがイギリスのスーツでは多くて、まあこれがそのやっぱり ベースですよね、スーツの。確かに、はい、杉本マネージャーいるじゃないですか。はいはい。杉本マネージャーが、はい、新婚旅行で行ってはったんですね。イギリス昔行ってはったんですけど、はい、それ自体もすごいなと思う。まあ、そうですね、羨ましい限りで。杉本マネージャーなんと、はい、その道行くイギリス紳士に声をかけて、はい、スーツの紳士に声をかけて写真を撮らせてもらうっていうすごいことをされてて、すごいですね。だって新婚旅行でしょ。そうそうそう、すごない？仕事に対して真面目ですね。いやほんまにすごいですね。確かにその写真何枚かあったんですけど、はい、結構カチッとしてて、うん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 、ウエストラインもシュッとしてるイギリス紳士多かったわ。またちょっとこれ、ね、画像あるんで、画像かなんかでね、ぜひ見てもらえたら。そうです、ここにポンと載せてもらいますけど。なるほど。そうなんですよ。で生地とかはイギリスって本当にこう、まあ、俗に言う定番的なやつが人気なんですよ。派手なやつとかってあんまりなくて。あ、そうなの？そうなんですよ。本当に普通のピンストライプとか、グレーンチェックとか、ああいうのがやっぱり人気があるみたいですけどね。ピンストなんや。そうなんです。なんか流行に流されにくいデザインがやっぱりずっと根強く人気みたいですよ。へえ。あんまり派手なやつないらしいですけどね。バンカーストライプ？はい。チョークストライプとかもイギリスっぽいイメージはありますけど、はい、あ、そうですね。ピンストとかそのめっちゃ定番的なやつがみたいですね。あ、そうなんや。だからあ、そうか、バンカーストライプだから銀行員はそういうのに着てたけど、ね、普通のお仕事してはるような人たちはそういうピンストとかグレーンチェックとか着てたんかな、ね、が多いみたい でデザインもちょっと特徴がはい、するんですけど、はい、ジャケット、まあ、M2 プラントでは弁当ですね、うん、センター弁当、サイドベンツ、うん、ノーベンツとか選んでもらえるんですけど、うん、イギリスのスーツはサイドベンツが多いみたいです。そうやね。まあ何か要ねイギリスのスーツみたいな、大体はサイドベンツかな、サイドベンツが多いんじゃないかなと。で
チェンジポケットとか、こんなんも結構イギリスのクラシックなデザインの特徴的なやつやってしますね。なるほどね。それだけでも結構イギリスらしいスーツのデザインになったりはするんじゃないかなと思いますけどね。はいはい、じゃあ生地はピンストとか、はい、まあグレンチェックとか、はい、でデザインはこれチェンジポケット。はい、あとは前のシングルダブルとかもあるんかな。でもやっぱりシングルが多いんじゃないですかね、一般的には。あ、そうなんや。そうなんですよ。ここにも資料あるんですけど、あのパンツ、スラックスのサスペンダーボタンとかもイギリス特有みたいですね。ブレーシーですね。ブレーシーズ金子店長が直してくださった。イギリスでサスペンダーやったらあかんでしょ。あ、そうです、ダメなんです。ブレーシーズ、そうなんですよ。トラウザー、トラウザー、こいつですね、パンツですね。股上深めなんや。そもそもやっぱりサスペンダーボタンがつくってことは、まあ、つってあげるためのやつなんで、あんまり股上浅いやつとかって、まあ、少ないんですよ。まあ確かにそうですね。そうなんですよ。サスペンダーは股上深いイメージですね。そうなんですよ。上げるやつが多いんで、なんか昔のネットとかでも白黒写真みたいになってるスーツのやつとかって、大体結構ハイウエストのやつが多いんで、やっぱああいう、ね、バイオクラシックっていうとそういうデザインが多いんじゃないかなと。そうやった気がする。しかもあれやもんね、まあスーツ発祥ですから、うん、スリーピースのイメージもあるもん。そうなんですよ。イギリスはイギリスってほとんどスリーピースらしいですよ。あ、そっかそっか、邪道なんや、ツーピースは。邪道なんですよ。そうなんですよ。ほとんどスリーピースらしいです、スーツは。英国紳士やるね。英国紳士はやっぱりこだわり抜いてるんですよ。そうですね。シャツはだってあれですもんね、イギリス人はもうシャツイコール下着みたいな感覚って言いますもんね。その辺が紳士たるってやつですよね。夏でもスリーピースが多いんじゃないですか。まあさすがにね、今も暑いですから、その辺はね臨機応変でしょうけど、基本はもう作るってなったらほぼ必ずスリーピースで作るみたいですね。で、あんまり既製品ってないんですよ、イギリスは。あ、そうなんですか。既製のスーツはほとんど輸入品なしです、海外からの。イギリスに売ってるスーツは。あ、そうなん。そうなんですよ。自国のやつはほとんどオーダーメイドで、しかもパターンオーダーってあるじゃないですか、うんうんうん、組み合わせができるやつ、上下のやつなんですけど、あれすらも結構ハンドメイドで作業入れてるものが多いって。パターンオーダーでもハンドメイドなの？そうなんですよ。の工程を入れて作ることが多いらしいですけどね。やっぱり本場ならでは、まあ、こだわり方がもうちゃうわけですね。そうなんですよね。もうやっぱりその辺からこだわって、まあもうなんていうんですか、もう歴史やもんね。そうですよね。イギリスの場合はスーツが、そうですね、コートとかから派生して、なんていうんですか、もう文化みたいなもんなんでしょうね。そうですよね。イギリス人からしたら暑いよ。暑いですけどね。うん、まあ、日本でやる場合はちょっとやっぱ夏場なんかは暑すぎますから、ちょっと要所要所に取り入れてもらう感じがいいかもわかんないですね。ちょっとクラシック回転が今ぜひね、ちょっとイギリスのスーツ風なやつ作ってもらってもいいんじゃないかなと思いますけどね。イギリスの生地っていうとダンヒルとかか。ダンヒルとかもそうですね。ダンヒルイギリス合ってる？ダンヒルイギリスです、合ってます。英国のロイヤルワラントじゃないですか、多分ダンヒルは。ギーブス・サンド・ホークス。そうなんです。その辺もめちゃくちゃ有名ですよね。アーサー・ハリソン出てきますね。なんか一個めっちゃ、ホーランド・シェリー。シェリーですね。一度作ってみたいわ。そうですね、名だたるブランドがあるのでね。そう、生地もそういうのでこだわったらより、そうですね、いけますし、なんか生地の特徴もあるんですかね、イギリスって。割としっかりめのやつが多いんですよ。まあ当然その夏冬はあるでしょうけど、基本的にはその形割としっかりした重厚な作りにするために、生地もそれなりに分厚めのやつが多いというか、しっかり打ち込んであるようなやつがやっぱり多いみたいですけどね。確かにね、全然違う。あんまりないですよね、薄手の生地って。
うん、ない、ね、取り扱いのやつ見てると、あの掘り出し物の生地とかで見てても、うん、夏物でも分厚いもんね。そうですよね、イギリスの生地ってしっかりのやつが多いんで、張りのある素材というか、そこまで分厚くはないですけど目が詰まってるから、ね、結構型崩れしにくそうな生地が多いですよね、うん、より体を、ね、たくましく見せるためにそういう生地もそういうものが多いというのが、まずイギリスのスーツの特徴ですね。他あります？まあこんなもんでもいいんじゃないですかね、イギリスは。そうやね、ピンストライプ以外やったわ。多いみたいですよ、調べたところ。了解しました。まずイギリス、イギリスですね、はい、次行きます。